はい、どうもポーでございます。さあ、鉄拳レボリューションやっていきたいと思います。そしてね、木人フェスがね、木人ラッシュか、が開催されておりますね。まあ、これで少しはね、あの血の血印かな、を貯めることができるのではないかと思いますけども、とりあえずランクマをねやっていきたいと思います。まあ、エリザを、少しでもね早く出せるようにするために、木人ラッシュねやって少しでも集めたいかなと思いますけどもね。第1試合目と、でこの前ねメインアカウントちょっと見てみたらね、あれだね、メインアカウントも烈剣でしたね。なんで烈剣に近づいておりますな。烈剣、まあメインアカウントと同じ段位ですな。まあ、つまりここは限界なのではないかなと思いますけども、頑張っていきたい。気泡台やられております。あー払われた。あー痛い。さあ0の1、必ず初戦は弱い。痛い。よし、まさか鬼殺し決まるとは思わなかった。いた。あー、グソン当たんねえの。残念な結果。さあ初戦はね必ずつまずくよね俺。痛い。なんか向こうとうまい具合に噛み合うね。鬼殺し決まると思わなかったよ。いやー、いた。どうした？2発目が当たる。さあちょっとここから巻き返したいよね。マジですか。巻き返したいと思ったのに対戦相手との切断が切れました。そんなラグかったわな。あ、初戦から残念な結果ですよ。さあ2戦目、さあ気を取り直してね頑張りたいと思いますよ。まだちょっとね感覚っていうわけでもないけれども。さあ今度は、修羅のシャオユー。さあ出ましたシャオユーですね。さあ、私はねある方のシャオユーの動きしか分かりません。さあどうなっていくんでしょうか。カウンターヒット、壁が遠かったか。攻めてこないんだけど。よし、しゃがんでくれるか。いた。あー投げるか。そうか、パワー120だっけか。お、ガードしたか。危ねえ。さあ1の0。あの今の見ました。あの方と同じ動きしましたけど。よし、壁が遠い。そーん、
そして俺あれ出した覚えがないよね。おガードしたか。危ない。よしよし。さあ2の0。あんまり攻めてこないのでまだちょっと楽ですね。あいたーい。いた。いた。よし。ああ遅かったわ。さあ2の1。まあ段位上の方なんでね。ああそうなんだよ、そうなんだ。シャオユーね、置き技がね、今ね間違ってねハックボタン押したわ。レボじゃん。よし、これはねもらったでしょ。 OK。 さあ段位上の方に勝ちましたよ。まああのね一瞬ねあの方かと思いましたよ。あのねジャンプして、あのしゃがみ途中 RK ですか。まあ俺あれしゃがみ来るかと思ったんですけどね、下段来ると思いましたよ、あの癖でね。さあとりあえずね1戦目は残念な結果ではございましたけども、2戦目は何度か段位上の方に勝つことができましたよ。さあなかなか見つからないかと思いましたけども、3戦目と。次は冒険のリリ。お2連勝してらっしゃる。あ俺も2連勝してるわ。痛い。これの方が食らったか。はい失敗。 OK。 おし下段で倒した。1の0。いた。あーしゃがんだつもり、反応が遅いね。あおかしいな、俺しゃがんでるつもりなんだけどね。まあ反応が遅いんだろうね。もったいな。いたー。普通の生ローでやられました。1の1。あーしゃがんでるか。途中で手出してくれるな。ほいと。あ2の1。あーライトゥー、ライトゥーじゃねえか。しゃがむね、ほら。まあできるだけ段位、自分より下の方には負けないようにしないとね、降格がありますからね。さあ、まあ、最初の一戦はね、まあ、残念でしたけども、とりあえず今のところは2連勝実質はね。さあまあ鉄拳タップでも言いましたけども、まあ、5万回再生回数、いきましたらですね、また対戦会をやりたいかなというふうに考えている次第でございます。さあ対戦相手、刀剣のリリー。おー、リリー2連続ですか。ラウンド1ファイト。
あ、一瞬なんだなんだ動かないと思ったぞ今。ああそうきたか、そして投げか、じゃあ投げる、あいた、よし、あれ先に俺が食らっちゃうか、痛い、投げる、いた、あ、かくはんじゃないか、よしと、ありがとう、ほい、よしと、第1の1、第1弾上か、はい、もったいない、ほ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 いと、あーやると思ったわ、押したボタン押したんだけどな、入った、カウンターヒットありがとう、よし、2人の1、よいしょ、やり返すよ、しゃがむでしょう、ほい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 、あ、やっとこないか、あら、ほいほいなんで最後動かなかった、諦めたんですか、さあ、まあまたまたね、戦いながら喋れないからね、ちょっとあれなんですけども、まあ、5万回再生いきましたら、また対戦会をやりたいかなと、考えてる次第でございます。まあ、いきましたらね、また、いつも通り YouTube ライブを行う際に、日付を決め次第、告知動画を作ってね、またお知らせしたいと思いますので、まあ、ぜひ、まあ、日にちはねまだ決まってませんけども、もし参加していただける方がねいらっしゃいましたら、ぜひご参加いただけたらなと思います。あ、烈剣光ってる、対戦相手は烈剣のアーマーキング、タフネス200のパワー400か、おっと昇格ですか、いやーどうだろうね、ラストの試合にここ昇格を持ってきてくれたが、見せ場、見せ場だねこれね、痛い、オブノ、しゃがまないか、よし、2発目がカウンターヒットで決まる、よいしょ、第1の0、危ない、投げられる、あーそうだ、アーマーキング当たんないんだよ、痛い、当たんのかい、あお、これ何ですか、あい普通に下段で倒される、さあ1の1、プレッシャーかかります、あいた、よし、手出すと思った、カウンターヒット、 OK、 2の1、さあ頑張りたい頑張りたい頑張りたい、すごい頑張りたい、いた、投げる、下段当たる、よし OK、 痛い、16問キックですか、あー投げられる、
うわマジか。むしろ俺もなぜ鬼殺しでいたと思ったよ。いた、逆に下段やられた。いた、下段攻め。あーそうか、飛んだか、そうきたか、やばいな。いた、あーマジかー昇格戦逃すというね、残念な結果ですよ。まあ、あんまり攻めてなかったっていうのもありますけどね。まあここが私のあれですよ、見せ場がもったいなかったね。さあまあとりあえず5戦まあしましたね。まあ最後昇格戦、まあ俺の攻め方が悪い。まあね、対戦相手は何もそんな大したことを、大したことっていうかそんなうまい、なんつうんだろうなうまいってわけでもない、うまいっていうかなんかとりあえず技をある程度置いたっていうか、なんつうんだろうな、まあ鉄拳の知識わかんないけど置いたとかそういうのもあれなんですけども、うん、あんまり俺がなんか空回りした感じがしますけどね。はい、というわけで今回はこれまでにしたいと思います。はい、相変わらずしょぼいなね、最後の見せ場もったいないことしましたよ。はい、というわけでこれで終わりにしたいと思います。それではこうでございました。それではまた。